おや、この乱世に身を立てるつもりかね。確かに大きな才能を秘めておるようじゃ。少しそなたのことを聞かせてくれんかね。そなた、名を何というのかね。すまんが、性別を聞かせてくれんかね。うん、顔つきはどうであろうな。そなたの体格はどのようなものかね。そなたの小姉の質を教えてもらえんかね。ところで、そなた得意な武器はあるかね。さて、そなたは誰に仕えたいと願うね。そなたはこのような人物なのじゃな。なるほど、優れた資質を持っておるようだ。しかしそれを生かせるか否かは生き方次第。さて、そなたはどのように生きるのやら。これより我らは民を先導して、この黄巾の乱を引き起こした同志張角を討つため、紀州の地にある彼らの本拠地へと向かう。無垢なる民を惑わせ、無垢なる民を襲わせるその所業は許し難い。この荒廃した世を仁の心で正すため、皆立ち上がるのだ。新入りか、我義援、お前の上官。我敵武将殺す。行くぞ。進め、敵倒す。未熟者、近くで戦え。ち取ったわよ。打ち取ったわよ。仕方あるまい。一旦下がるぞ。おえ攻めろ。敵将討ち取ったわよ。敵将討ち取ったわよ。次行くぞ。ここは譲れんな。さっさと引くがいい。使え。一時兵、無駄な消耗は避けるのだ。おえ、攻めろ。敵将討ち取ったわよ。ここは譲れんな。さっさと引くがいい。一時兵、無駄な消耗は避けるのだ。おえ、攻めろ。早く戻れ。敵将討ち取ったわよ。関所を打ち取ったわよ。この調子だ。お前、兵士だけど強い。次から上の階級で戦え。これお前にやる。お前ならうまく使える。諸葛亮という剣鉄を迎え、我らは天下に羽ばたく翼を得た。だがそれを快く思わぬ曹操が私たちの投入する南陽に侵攻してきた。曹操は己が野望のためには手段を選ばぬ男。私の志を貫くためかの者に従うわけにはいかぬ。皆共に立ち向かってくれ。仲間、敵に囲まれた。仲間、危ない。我、仲間、助ける。行くぞ。みこと助ける。一度交代します。遅れないように。今が勝機です。追撃を開始してください。敵将討ち取ったわよ。うちの将が負けたってか。なんてやつだ。打ち取ったわよ。敵将打ち取ったわよ。打ち取ったわよ。厳しい戦になりそうですね。敵将打ち取ったわよ。一度交代します。遅れないように。おい、攻めろ。敵将打ち取ったわよ。もはやこれまでですか。敵将打ち取ったわよ。打ち取ったわよ。下がれ。追い打ちをかけてやれ。逃がすなよ。一度交代します。遅れないように。おい、攻めろ。一旦引くぞ。体勢を立て直さんとな。今が勝機です。追撃を開始してください。意地張ってもくたびれ損だ。交代するか。今が勝機です。追撃を開始してください。敵将打ち取ったわよ。もはやこれまでですか。この拠点は私が占拠した。一時休め。敵将打ち取ったわよ。敵将打ち取ったわよ。打ち取ったわよ。一度引くのだ。まだ終わってはいない。今が勝機です。追撃を開始してください。あいつ大暴れしてっただな。すげえな。敵将討ち取ったわよ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 。打ち取ったわよ。悔しいがここは一度下がらねば。今が勝機です。追撃を開始してください。この調子だ。お前、すごい、我、驚いた。我、お前に技教える。今の我々の状況は深刻だ。曹操の追っ手を振り切り、か弱き民と共に公領の地へたどり着かねばならぬのだ。私を慕ってくれる者たちを見捨てるわけにはいかぬ。我が将兵たちよ、民が無事に逃げ切れるようどうか力を貸してくれ。仲間、敵に囲まれた。仲間、危ない。我、仲間、助ける。敵、強い。敵、多い。注意して戦え。行くぞ、絶対勝つ。みこと助ける。私が制圧したわ。ここは絶対どかねえだよ。敵、ここで倒す。敵将討ち取ったわよ。ここに何用です。我らが相手をしましょう。なんだ敵か、ここでぶっ潰してやる。敵将討ち取ったわよ。敵将討ち取ったわよ。拠点我占拠。ここに何用です。我らが相手をしましょう。敵将討ち取ったわよ。敵、ここで倒す。一度後退します。遅れないように追うのです。攻め切ってしまいましょう。ここは一度下がらねば。追うのです。攻め切ってしまいましょう。敵将討ち取ったわよ。打ち取ったわよ。一度引くな。まだ終わってはいない。おえ、攻めろ。敵将打ち取ったわよ。ここは一度下がらねば。追うのです。攻め切ってしまいましょう。敵将討ち取ったわよ。この調子だ。ここ数年、慶州をめぐる争いが激化している。そしてついに孫悟が我らの守る襄陽にまで侵略の手を伸ばしてきた。国の元は人なれど、地なくして国は語れぬ。この慶州で長年築いた地盤、むざむざ奪われてなるものか。皆全力で呉を退けるのだ。我、敵、武将、殺す。敵、強い。敵、多い。注意して、戦え。行くぞ、絶対勝つ。進め、敵倒す。次、行くぞ。敵将、討ち取ったわよ。人強い。敵なのが残念ですね。もはやこれまでですか。いなよ、ここで沈めてやるぜ。敵将、討ち取ったわよ。関所を打ち取ったわよ。もはやこれまでですか。打ち取ったわよ。打ち取ったわよ。次行くぞ。もはやこれまでですか。敵将打ち取ったわよ。敵将打ち取ったわよ。敵将打ち取ったわよ。この調子だ。お前、すごい。我、驚いた。お前さん敵から誘いを受けたんだって？だったらちょいとあっしの話を聞きなよ。敵の中に潜んで内側から突き崩す話さ。敵の偉いさんの心証をよくしといて、ここぞって時にあっしらと連動して敵陣で大暴れって策さ。どうだい、やってみないかい？おりゃ釣れない返事だね。まっともこんな策を危機としてやるようじゃ人として問題があるかもしれないんだがね。先の常陽での戦では孫悟を退けたものの、多くの無益な犠牲を払った。築き上げてきた神の国への礎が無残にも踏み荒らされたのだ。望む者は戦で勝ち取るという乱世の習いに従うのは私の本意ではない。だが乱世に屈せず志を貫くため、今私は南軍を攻める。我敵総大将タオス、お前も頑張れ。敵伏兵多い、皆気をつけろ。行くぞ、絶対勝つ。進め、敵倒す。準備完了。さあ一気に燃やすわよ。待っていたぞ、ここが貴様の墓場よ。ちっ、こんなところに隠れてやがったか。この拠点、私が制圧したわ。来ましたか。ここで食い止めましょう。敵将討ち取ったわよ。おっ、将を取ったか。やったな。一時兵、無駄な消耗は避けるのだ。お嬢、こっからが勝負だぜ。敵将討ち取ったわよ。準備完了。さあ一気に燃やすわよ。敵将討ち取ったわよ。敵将討ち取ったわよ。見事だ。さあこの炎と共に勝利へ。この拠点私が制圧したわ。準備完了。さあ一気に燃やすわよ。この拠点私が制圧したわ。いけませんね。体勢を整えましょう。おい攻めろ。敵将討ち取ったわよ。敵将討ち取ったわよ。次行くぞ。準備完了。さあ一気に燃やすわよ。この拠点私が制圧したわ。我らの神明に変えてもこの地は渡さん。敵将討ち取ったわよ。攻め潰す。悔しいがここは一度下がらねば。おい攻めろ。敵将討ち取ったわよ。ここで止める。かかったなその命。我らがいただく。ああ不可避か。敵将討ち取ったわよ。これ使え。敵将討ち取ったわよ。敵将討ち取ったわよ。討ち取ったわよ。拠点の中はこうなってるのね。敵将討ち取ったわよ。この調子だ。お前、すごい。我、驚いた。我、お前に技教える。孫悟よ、我らをどこまで苦しめればよいのだ。度重なる信仰と関係、我らはその度に疲弊し、神の世の理想は遠のいていく。かの者たちが我らの志を妨げるならば、この乱世を超え先に神の世を築くために、今こそ医療へと馬を進め、孫悟を討つのだ。我、敵総大将タオス、お前も頑張れ。敵の陣警備厳しい。きっと偵察難しい。お前、強い。我に示せ。進め、敵倒す。来たわね。ここは絶対譲らないから。関所を討ち取ったわよ。敵将を討ち取ったわよ。一度戻った方がいいわね。下がるのよ。おえ、攻めろ。敵将を討ち取ったわよ。次行くぞ。準備完了。さあ一気に燃やすわよ。この拠点は私が占拠しました。打ち取ったわよ。敵将打ち取ったわよ。来たようだ。ならば我らで退ける。仕方あるまい。一旦下がるぞ。敵将打ち取ったわよ。敵拠点の中はこうなってるのね。準備完了。さあ一気に燃やすわよ。この拠点私が制圧したわ。敵拠点の中はこうなってるのね。ここは譲れんな。さっさと引くがいい。攻め潰す。悔しいですが見事な家系です。敵拠点の中はこうなってるのね。この拠点私が制圧したわ。敵将討ち取ったわよ。次行くぞ。将討ち取ったわよ。この調子だ。敵はあなたに寝返りを求めてきましたか。ならば敵が求め寝返ると踏んだその魅力を生かし、敵中に潜む刃となってくれますか。敵陣にて彼らと交わって真を得て、しかるのち私たちにこうして敵陣のうちより敵の心と婦人とを引き裂く。やってくれますね。では頼みましたよ。あなたの劉備殿への忠義がまことであれば、この策はさほどの困難もなく成功することでしょう。曹丕率いる義軍が長江を渡り、この県境に大挙して押し寄せてきた。我らを取り囲む布陣は頂戴。厳しい防衛の駆け引きとなろう。全力を注いでまで孫悟を下さんとするその気概、正面から受け止めてやる。今こそ曹魏と孫悟、この2つの雌雄を決する時を。あなたはそうですか。戦場を紅蓮の炎に包んでいたあなたのような奇才が私のもとに来てくれたこと、頼もしく思います。今回の戦、私たちには敵総大将の撃破という大任が与えられました。重責に応じることなく、この戦の勝利を私たちで掴みましょう。今回敵は精強な将兵を数多く投入し、万全を期した布陣を展開しています。私たちも気を引き締め、必勝の構えで臨みましょう。では行きましょう。敵は強いようですが、私たちが引けを取っているとは思えません。全力で敵とぶつかり打ち破るのです。行きましょう。我らの力を発揮する時です。次があります。これぐらいにしましょう。なんだがな、一品下がるぞ。敵将討ち取ったわよ。よかった、努力が実を結びましたね。どうしたのですか？あなた一人の力に戦を託しているわけではないですが、見込んでいた程度には力を発揮してほしかったですね。葬儀が滅んだ今、孫悟の行方を遮るは因縁深き職のみ。これより我々は時代の大勢に決着をつけるべく白帝城へと兵を進める。目指した未来は近い。我ら孫悟の知略と武勇の全てを込めた牙で職の命運を断つ。行くぞ、皆共に栄光を勝ち取るのだ。今回の戦、私たちには敵総大将の撃破という大任が与えられました。重責に応じることなく、この戦の勝利を私たちで掴みましょう。先行させた偵察部隊の話では、敵はこの戦場に多くの伏兵を配しているそうです。注意して進まないと危険でしょうね。では行きましょう。敵は強いようですが、私たちが引けを取っているとは思えません。全力で敵とぶつかり打ち破るのです。行きましょう。我らの力を発揮する時です。みんな用意はいい？駆け足始め。よし、いいぞ。一気に駆け抜けるのだ。早く味方の援護に向かいましょう。打ち取ったわよ。一度引くのだ。まだ終わってはいない。追撃します。押し切ってしまいましょう。打ち取ったわよ。悔しいな。ここは一度下がらねば。みんな用意はいい？駆け足始め。敵将打ち取ったわよ。敵将打ち取ったわよ。かかったな。その命我らがいただく。向かったわ。伏兵がおったとは。敵将討ち取ったわよ。敵将討ち取ったわよ。お迎えが近いか。油断しました。ここに伏兵とは。裏切るというのですね。残念です。敵将討ち取ったわよ。打ち取ったわよ。用意はいい？駆け足始め。もう良いでしょう。次の地点に向かいます。敵将討ち取ったわよ。うまくいきましたね。計算通りです。埋伏という大役、よく果たしてくれました。敵陣で恩義や信仰を得たでしょうが、今後彼らに情けをかけることなどないよう